今ユーゴスラビアとルワンダの内戦のお話をしました。でこのような紛争はこれから起こる戦争ではなくて実際に起こってしまった戦争で、そしてこの戦争が起これば難民が発生し自分たちの生活の基盤を失った人たちが他の土地に流れていかざるを得ないことになる。でもちろん経済的にも逼迫する、人道的な災害とも言うべき状況が生まれます。で、そしてこのような暴力に対してどう取り組んだらいいのか。でこれは例えばその大国の間の緊張を緩和するといった方法では対処することができないものなんですね。でこのような活動には国連は冷戦の時代から関わってきました。平和維持活動と呼ばれます。でしかし国連の冷戦時代の平和維持活動は当事者から中立性を保ち紛争に対して直接に関わるというよりは和平協定を守ることを重視するようなそのような限られた活動であった。さあ東西冷戦も終わった。だとすれば平和維持活動の幅を広げる大きな機会が生まれたと考えることもできます。当時の国連の事務総長であったブトロス・ガリはこのような状況において平和を構築するための新たな平和維持の方策を練ることになりました。もはや当事者から中立性を保つといったことではなく具体的に大きな戦乱を引き起こしている当事者に対する、戦闘に従事しているグループに対するその武力の行使、国連の安全保障理事会の議決に基づいた平和執行の活動という構想を立てていきます。さあここに大きな問題がありますね。戦乱をなんとか食い止めて、でそして難民が発生し人々が殺されるという状況を打開しなければいけない。しかしその時に力を持って本当にそのような紛争を打開することができるのかという課題が生まれます。で実際には難しかった。例えばソマリアの内戦において、でここでも無残な暴力が展開したんですけれども、それまでの平和維持活動と違ってアメリカも参加して紛争の終結に招くような介入を模索した。でしかしながらこのソマリアにおける平和維持活動を大きな成果を収めることはできませんでした。米軍の活動に対して現地の武装勢力が力を用いて対抗したからです。でその結果アメリカのヘリコプターが墜落しアメリカの兵士の多くが死傷するという事件が生まれ、結果的にアメリカはここから引いてしまいます。言ってみればブトロス・ガリが唱えたような平和執行に向けた活動はこのようなその米軍の犠牲に伴う米軍撤退によって一旦挫折をすることになった。また国連を通さない紛争への関与もあった。例えばサダム・フセイン政権の支配するイラクに対して2003年に軍事介入が行われました。この多国籍軍の介入は国連の議決に基づくものではありませんでした。フセイン政権は倒れましたけれども、その後に残されたのは全土を支配する力を持つ権力が失われた我々が破綻国家などと呼ぶような状況です。国連の役割は拡大しましたけれども、そうは言いながら紛争への打開に大きな成果を収めたとは決して言えない。で、このような平和構築の課題に我々はどのように取り組むことができるのかが大きな課題となります。じゃあ日本はどうだったんだろう。日本は言うまでもなく平和憲法の下で軍事介入を行わないという方針を貫いてきた国です。で同時に大規模な紛争が起こった地域において平和をどう実現するのか日本も関わるべきではないかという声が上がったことも事実でした。でその中で
カンボジア、これは冷戦の時代から内戦が続いてきたところですけれども、このカンボジアの平和維持活動に日本は参加することになります。で、その参加は軍事力の派遣によって紛争を打開するということよりは、むしろカンボジアの紛争に関わった勢力の間で結ばれたパリ協定が守られるように、国連が組織する平和維持活動の一角として日本が関わっていくというものでした。で、ここでね、平和維持活動を軍隊の派遣と一緒に考えたら大変な間違いになります。ここで大きな役割を担うのは、例えば現地の法と秩序を維持するための警察官の派遣であり、でさらに生活がギリギリまで追い詰められた人たちの生活をなんとか改善していくための開発協力の試みで、政府の開発協力から NGO の働きで、そして今申し上げた文民警察の活動で、それに国によっては軍も派遣し、でそのようなつながりの中で平和維持活動が実現することになります。日本はここに関わるとともに、文民警察官がお亡くなりになるという痛ましい事件も発生することになりました。で、日本は紛争に対する軍事介入を行わないという方針を維持しつつ、他方では国連を主体とする平和維持活動にはできる限りの参加をするという方針を取ってきた。で、その中で、さまざまな憲法解釈についての争い、さらに国内の法整備についての争い、例えば駆けつけ警護を認めるべきかどうかといった課題が生まれてきたことは事実です。で、軍事力による介入で紛争が打開できるかどうかは大きな疑問があります。と同時に、ここで課題となるのは、紛争に引き裂かれた社会の平和をどのように取り戻すことができるのか、でそこにどのように関わることができるのかという課題でした。で、それは東西冷戦が終わった後の時代における戦争への関与として、我々に大きな問題を難解続けることになりました。